すげえ、見てくれこのマッスル、威圧感すげえなこいつらの筋肉。メイシーでさ一番気に入ってるの何ですかってよく聞かれるんだけど、この2枚、こいつはすげえ気に入ってる。ムキムキナッシーにナーシー、半端ないっしょ。しかもね、こいつは結構被ってんだよね。結構持ってんだけど、他のやつ全部ファイルしてっから、とりあえず、このね、2枚、2種1枚ずつ出して飾るわ。うん、記念すべき日だから今日は。なんと今日はついに、ゲット降臨できました。ザ見て、フラッシュのメッシー、第5弾。しかもさ、なんかすげえ、かっこいいんだよね、これ。めっちゃ欲しくない？捕まってる。これ捕まってんだよね。ちょっと柄がごちゃごちゃしててわかんないんだけど、こいつすげえ欲しくない？なんか荒ぶってんだよね今回のシリーズも。うわ、あと見てこのメンダゴホッピンアイみたいな感じのさ、これ何これ、萌えじゃん、メンダゴホッピンアイやったー、ついに第5弾か。俺ね、でもすげえ情けないことに1弾2弾3弾4弾全部まだコンプしないんだよねマジごめん。5段もやりつつ、他のやつも全種コンプしてっから絶対にするから。最終的には、まあネットで買うかもしんないけど、全種コンプして動画作るから絶対に。とりあえず、今回は、このね、5段を開けて、新しいね、仲間たちを見ていこう。メイシー。よっしゃー。じゃあ早速、ワンパック目、いってみますか。チョキリ。チョキリ。こいつすげー欲しいんだよ。何こいつ。めっちゃ俺の大好きなフォルムしてんじゃん。スポーリー。お。木梨？え？木梨？船梨？あ、間違った、木梨かと思った。何これ、普通に名字じゃんと思ったんだけど、船梨だった。船梨？部かな？ちょっと待って、見にくいな。船梨だよね。ほうほう、船梨。梨の姿をしているが、梨ではなく、梨十字星が導いた魔王の、え？転生体で、左目に隠された生と魔の力を封印している。何これ？という設定で暮らしている。信じちゃったじゃん、途中まで。設定なのね。お前、てめえ、信じちゃったのに、すげえことになってる。なんか、セイントセイヤみたいな、びっくりマンみたいな展開になってんのかなと思ったけど。おー、なんか、すげえ、パンクだな、おい。パンク、なんかすげえパンクじゃないこいつ。ちょっと値段、かわいい。なんかすげえ、かわいいの来たね。値段は、ザン、66。おー、66。すげえな。今回の名刺も面白そう。AB、こう。ABC、あ、ABC か。こうに見えた。ABC ね。ABC。これ兄弟の ABC の形してる。新しいカードゲームが発売されると、どこからともなく現れ、突然勝負を挑んでくる3人組。割と強いので、油断できない。え、どういうことこれどういうことだこいつら。こいつら何さ、梨汁。なんか梨汁123万高っ !21 キロ軽っ、ほう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 。次。梨汁ドリンクだって。これレアゴールドかな。梨妖精界の住人だけに効く元気ドリンクで、その効能は通常の梨汁の274倍。ふなっしーな。こういう細かいところがいいよね。船ログに登録すると何かが起こるとか、アクセスせよ。おお、これ楽しみじゃない？ちょっと待って。その前に。うーわ！値段いくらだと思う？半端ねえぞ。さ、750億。750億。すごいな。めちゃめちゃ高えじゃねえか。一生買えない。一生買えない。あ、でもどうせ、夏妖精界の住人にしか聞かないんだもんね。あ、待って、その前に、ラインナップ見ればよかった。フグッシーだって。フグ、サ、お、何？サ、おおなんか今回のもいいな、楽しい。フグッシー、かわいいね、こいつ。他人。カメムッシーに乗っ取られた、なら、シバナフの町？合ってる？ちょっと字がね、カメラ越しで小さくて読み間違えちゃうかもしんない。シバナフの町だよね。の、すぐそばの海に生息している。下手に触れると、毒汁を噴射するため、恐れられている。毒汁どこから出すのこれ。フグッシー、こいつ安いだろ。多分270円ぐらいだ、これ。なに、かわいいのよ、ぞ。待って、すげえかわいいの。170万。ごめん、舐めてた。170万。しかも510キロ。待って、めっちゃでけえんじゃないの、こいつ。え、5メートルぐらいあんのすげえでかそう。MKB74。74。
そうか、48じゃなくて、74にしたんだ。面白。あ、兄弟がいるのね。へぇ。兄弟でなるメンツ。フナッシーもいるよね。これ、フナッシーだよね。これ真ん中の子何これ。この子可愛いね。人間みたい。カメムッシーの被害に対抗するために誕生。グループ名は、ナシを警備する74ナシ。フナナシ。74ナシという意味らしい。コナッシーやフナッシーもメンバー。コナッシーってわかんない俺。コナッシーって何これ。まだ見たことないかも。コナッシー。へぇ。面白い。こんなカードもあるんだ。これ値段とか。うわぁ、抹茶4位来た !574 万円。74kg ってこれ誰の体重これ。全員合わせた体重これどういうことなんだろう。全員セットで574万ってこと。やったぜ、超嬉しい。マッチョ3人衆。マッチョ3人衆。3人衆になった。木こり。おお、木こりだってるよね。ちょっと字がね、ほんとちっちゃくて見えないんだよね、カメラ越しだと。合ってるね。16番目。あ、兄弟だ。16番目。芝田区の郊外の森に住むなし。いつの日かカメムッシーを滅ぼしてみせると息巻いているが、いつも結局先延ばしにしてしまう。あれだよね、カメムッシーってさ、メイシーのなんか端にちょこっといるやつだよね。たまに緑色のさ、これあのコメントで教えてもらったんだよね。カメムッシー53億円。すげえ高え。さすがプロテイン飲んでるわ。208キロ。うわ、これ勝てねえわ。あ、これやばい、こいつやばいわ。めっちゃでけえぞ。身長5メートル。5メートル。いや、3メートルぐらいか。いや、5メートルぐらいありそうじゃないこれ。ねえ。いや、6メートルとか7メートルあったりしたな。いや、ブロリーよかでかいんじゃないか。すげえ。かっけえ。やばい。ちょっと、並べていい？マッチョ3人衆。マッチョコレクションがどんどん増えていくだし。嬉しいだし。よし、次。こいつ来ないから、こいついるよね、絶対ね。こいつマジで好きだわ。こういうフォルムのさ、やつめっちゃ好きなんだ。だからぜひともゲットしたいな。ミノムッシー。何これ、超可愛くない？ミノムッシー。ナチグロン見て、ナチグロン。ナシ側をその辺に放っとくと知らないうちに現れる。体長3センチ。ちっちゃいんだね。ほどの謎の生き物。その中身を見た者は未だかつていない。え、これ中身じゃねえのこれ。中身出てね。これ中身、これ中身じゃねえのか。ミノムッシー。うわぁ、ミノムシ東京じゃ見ないな。北海道だったらめっちゃ見た。あの、おばあちゃんのさ、家の壁とかによくくっついてるの、ミノムシね。でもこっちじゃあんま見ないな。東京いないのかな、ミノムシ。お、船頃だ。なんか顔が違うような気がする。135万。はい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 、ミノムシね。なんか顔が、なんか違和感あるけど。助けを待つ船頃、何があった？ピンチ。カメムシ城に、待って、カメムシだ、こいつ。そういうことか。あ、今回カメムッシーとのバトルなんだ。今気づいた。ごめんね。さっきからなんかカメムッシー、カメムッシー。そうね、そういうことね。に囚われた船頃。捕まったのか。拉致られたの、こいつ。城にはなんと、テレビがなく、毎週見ているアニメが見られないことに、愕然。涙を流した。拷問とはじゃないんだね。拷問とはじゃなくて、テレビ見れないから泣いてんだ。かわいいな。うわぁ、すげえ、なんか。美食会って感じしない？スタージンとか、スタージンとか中にいそう。964万円。うわ、かっこいい。これ、あの、木こり並みに気に入った。今のところナンバー2かな。100万匹、100万匹のカメムッシーが一晩で築き上げた恐怖の城。あまりの悪臭に、わ、臭そうだな、確かに。カメムシだもんね。わお、芝名区の町に、住むナシたちは大迷惑しており、殺虫剤が手放せない。あ、殺しまくってんだ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。すげえ高いし、6700億円。24kg。え、待って、軽い。あ、ちっちゃいのかな、これ。でかく見えてカメムシだから小さいのかも。このサイズもしかしてこんぐらい？もしかしてこんぐらいなのかな。でもカメムシもそんなに小さくはないから。だってカメムシちょうど、あ、待って、ギャムがあるから、ちょっと待って、ギャム倉庫からギャムを取って、こんなもんだもんね、カメムシ。それから考えると、まだでかいか、100万匹が作って多分入れると思うから、もっとでかいね。ほう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 。わ、すげえ。今回の名刺も楽しいな。よし、次。出ちゃう。あ、その前にさ、ちょっとラインナップ見たくない？これ、ラインナップ。嬉しい、ペガサス。売り尽くし、ほうほうほう、たくさんいるな。あ、パンダ楽しみ、パンダ。絶対可愛いでしょ。ロドリゲス、
最終形態。俺前の段のロドリゲスまだ出してないんだよね。ぜひとも今回でちょっと今日で出したいな。ミノムシ、ゼリッシュ、ゼリッシュって何これ。お、船送料もなんか楽しみだね。ゴールデンゼリッシュ、梨太郎、そしてシークレット。今回のシークレットなんだろうね。カメムシじゃん、やっぱ今回のシリーズ。やっぱそんな感じのやつだと思うね。カメムシのシークレットいいな、楽しいだな。今回出ないかな。ちょっと出てくれたらラッキー。やっぱシークレットは手で消すやつだよね。温めて。ヤッシーの実、お、物が来たわ。ヤッシーの実、顔思いっきりふなっしーだね。しばらくの街に時々流れ着く実、その皮はダイヤモンドよりも硬く、中身を開けることは非常に難しいが、飲むとミラクルが起きる。うわめっちゃ飲みてえ。飲んでからヒーローズ連呼とかしていったらさ、すげえいい結果出そうじゃない奇跡ミラクルを連発。おい勇者船頃、うわ絶対ダンボールっしょこれね。え絶対ダンボール841万。待って待って、勇者船頃だけどさ、やっぱり作るのはダンボールで作るんだね。あまりに暇すぎてダンボールでお得意の工作を始めた船頃。結構自由なんだね、捕まってんのに。捕まってんのに結構いろんなことできるんだな。勇者の装備を作った。待って、全部ゼロお前超弱えじゃねえか。元のさ力もあるはずだからゼロってことはねえだろ。お前そんなに弱いの船頃。面白い船。お、え待って、これいいのか。マリオじゃねえかこれ。お前これマリオじゃねえかこれマリオだよね。配管工、あ、つうかね、マリオって配管工じゃないらしいね。俺昔なんかのねサイトっつうか本で配管工って配管工だったはずなんだけど、なんか最近読んだ記事ではさ、配管工じゃなくて職業冒険家になってんだよね。でマリオの本名フルネームマリオ、マリオマリオマリオってどうよいやでもね本当はどうかは、あでも公式が言ったとか言ってたから、俺の読んだニュースの記事でね書いてあって、ちょっとショックだったよね。冒険家なのかいみたいな。配管工だからいいのにさ。マリオね、プラーマ、おお、スーパーヒエシ、これ絶対スーパーマリオじゃないか。65番目の兄弟面白い。しばらくの町で便利屋を営むなし。便利屋なんだ。以前カメムシ城の掃除を依頼されたことがあったため、城の内部に精通している。ジャンプ力がすごい。もうこれマリオじゃねえかっていうかカメムシも面白いんだね。敵に頼むんだ掃除。なんかそういうところもいいな。憎み合ってはいるけど実は仲いいのかな。なんかうお高え、77億。わお意外に高かった。絶対安いと思ったのにな、うん、よしじゃあ次ラスト2パックしかないけど、ちょっと待ってくれよ、来ないぞ。今回でちょっと最初でさシークレットを出したいっていう気持ちもあるんだよね俺さ。ねえこれフナッシーサーズ、かわいい超かわいくない。南国育ちの明るい双子か。すっかり元気をなくしたフナッシーをナンクルナイサーと吐きます。チャームポイントは刃。かわいいなフナッシーサーズ。でも俺シーサーといえばさ、ゲゲの鬼太郎に出てくるあのさ、あの花沢さんの声かな。あ、あれ、あ、待って、あれ、花沢さんの声かな。花沢さん的な声をね、今考えたら花沢さんかもしんない。声のね、すげえガラガラ声のシーサーがいいんだけど、あれ可愛いんだよね。もう大好き、あのシーサー。ほんとラブ、超萌え。鬼太郎に出てくる。お、ペガサス、かっちょいい。値段430万。43トン。43トン、すっげえ。これ勝てる気しねえわ。ペガサス。必殺技、こんな技あんだ。惜しく空を舞うペガサスのごとく短い手足を必死に広げるかわいそう、失礼なこと言うなよ。素人にはなかなかできない。なし性、妖精だよね。ごめん、なし性ってなんだよ、ごめんね字がちっちゃくて。妖精ならではの大技。ペガサス、ペガサス、いいね。後ろにペガサスいるっていうのがいいわ。出てくるのかな、ドラシャン。お、ナシ太郎、かわいいなこれ。桃太郎ならぬナシ太郎。ほう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 、強そうじゃないこれ。日本一のナシ、これタイマンめっちゃ強いです。160万目の兄弟だって。新鮮なナシ組、何この新鮮なナシ組って、すげえ気になる。会員ナンバー1、フナッシーが回転寿司を
食べていた時に同じお皿に手を伸ばしたのが縁でメンバーに加わった。なんか運命だね。あみたいな。まあ普通さ、なんか夫婦っていうか、まあこうやって結婚しましたカップルみたいな、あのなんだけど、なんかこいつらはあれなんだね。よく本だよね、本取ろうとしてあみたいな、んなもんねえわ、んなもんねえよバカ野郎、あ本をさちょっと同時に取ろうとしてあみたいな、どうぞどうぞみたいな、ねえよな、お前そんなさある、そんな、まあ男がね狙っていくのはわかる、あの女が取りそうな本をちょっと行ってね横で取ろうとした瞬間にさっと全然興味ない本をな、あすいませんみたいな、まああるかもしんないけど絶対わざとだぜ、んなもんね、ない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 、いやまあいいやどうでもいいや、とりあえず値段、うわ初の蝶じゃない、高え蝶いったぞおい、蝶なしたろ、ちょい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 、すげえな、なんか書いてる横に、新鮮な梨組、あ書いてるね、横になんか書いてるから新鮮な梨組って、待って俺見落としかも、ごめん、もしかしたら出てきてたかもしんないね、今までに新鮮な梨組って、あ出てないわ、あの木こりも違ったもんね、よっしゃもう一枚ゲットしたい、新鮮な梨組、なんかあるんだろうねグループが、うん、カメムシを倒すみたいな感じのグループがあって、それなのかな、フネッシーなんだこれもうなんかギャグダジャレみたいになってきてんね、あこれさっきのフグじゃね、これさっきのフグだよね、フグが捕まってる、これフグッシー、ほらフグが捕まってる、170万だもんな、これボロ儲けできるぞフネッシーいいな、フグッシーを捕獲するための船、あ専用の船なんだわ、シマナフの町に、えこんなにあんの、100隻くらいある、10回に1回くらいの割合でいつボッシーが網に引っかかる面白すぎる、ほんとこの設定楽しいやん、キモ、何これすげえキモいんだけど、1500万、はい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 、何これ路上詩人、言いにくいなもう、路上詩人なんでも悪いになってきたね、路上でポエムを売っているなし、いつか人間界でも活躍したいと思っているが、あいにく人間には響かないポエムが多いので多分無理果汁何これ、俺いたら買っちゃうかも、路上で見たら、まあたまにいるよね、名前書いてくれる人がいる、たまに、うん、いくらだっけな、3000円ぐらいだったから、3000円ぐらいで、あの色紙にね、すげえうまいんだよ、うちで、書いてくれる、俺書いてもらったんだよな、どうやったっけあれ、2年ぐらい前に書いてもらって、もう字はすげえうめんだよ本当に、でもね、よく考えたらさ使い道ないなと思ってちょっと帰ってくる時後悔したんでね、持ちながら見てさ、電車の中で、おこれすげえうめえな字と思って見てたんだけど、どうしようかなと思って、これいや書いてもらったらいいけどさ、うん、使い道があまりないよねっていうちょっと待って、あれ探そう、せっかくさ、書いてもらったのが大事にしないとね、俺最低だよな、せっかく書いてもらったのに、船僧侶、これなんかいたな、船僧侶さいたよね、ほらパッケージに、こいつ船僧侶、俺シスターかと思ったのに、へえ、船シスターの方がいいじゃんこれ、船シスター、船僧侶なんだ、聖なる歌で新鮮な梨組を応援するため梨妖精界の外れの町からはるばるやってきた、ところがとんでもない音痴でみんな迷惑しているジャイアンか、お前ジャイアンかお前ジャイアンかてめえ、さてうわ音痴のくせにすげえ高え、345億円、マジっすか、つうことで今回の解放結果、気づいた、みんなすげえんだよ、かぶりの帝王の俺じゃん、かぶってないんだよねマジっすか、一枚も、え待って見落としたかもしんないけど、いやかぶってないよね、かぶったら気づくもん俺、さすがにかぶってないんだぜ、こんなに開けたのに、うわー、トワ様のおかげだ、今回しかもさ、マッチ要因、新しいマッチ要因が増えたんだよね、木こり、うわー嬉しい、ありがとうございますすげえ筋肉じゃね、やったぜ、マッチョ名刺集めてんだよね俺、すげえ嬉しいわ、マッチョ3人衆になった、あざっす、次回も楽しみだな、ということで今回の開封結果はこんな感じの結果になりましたと、で次回からはねもうシークレットを狙ってバンバン上げていくわ、シークレットと、これシークレットかな、いやわかんないけど、このカメちゃん欲しいよね、カメムシ、うわあとこれもさ、敵がさ敵キャラっぽいのがすげえいいよね、これ美食会じゃんマジで、
うわ、グリーンパーチェ、トミーロット、うわ最高で、ちょっとイケメンのやつがいたらさ、もうスタージュンじゃん、スタージュン。これがあのミドラ、いやー最近またミドラ出てさ、めっちゃ興奮してんだよ、すげーかっこいいミドラ、やっぱもっとミドラを出してほしい。あ、まあちょっと関係ない話になったけど最後はね、最後はゲットしたばかりのナシタロウバイバイ、これも気に入った、デザインがいい、あと色、ピンクのさこの色いいなー、すげー気に入ったわ。ナシキンタロウとかもいるのかな、後でゆっくりちょっと見てみよう。ほうほう、なかなか、あ、待って、最後にさ、ちょっとここだけ読もうか。船五郎がカメムシたちにさらわれた。カメムシたちは船五郎が紡ぎ出す七色の絹糸を奪おうとしているらしい。そっか、あいつ出せるもんね、絹糸。そうだそうだ。一人ではとても立ち向かえないと思ったふなっしーは仲間を集めることに。そこで集まったメンバーが神聖なナシ、ああ書いてあったね。ふなっしーは無事船五郎を助け出すことができるのか。